本を読んでトラウマになったことはあるだろうか。怪談は人として大切なことを教えてくれる。だから、絵本を通して良質な怪談を届けたい、そんな願いから生まれた、怪談絵本シリーズ。今回紹介するのは、宮部みゆき作、悪い本。怖い絵本の中でも、この本を知ってる人は多いんじゃないだろうか。表紙に並ぶアンティークなぬいぐるみたち。可愛いはずなのに、それ以上に、不穏感の方が強く感じられるのが、とても魅力的。みんなが思う一番悪いことは何か思い浮かぶだろうか。それは100人に聞いても、全員から同じ答えが返ってくるのか。人それぞれ感性が違うから、同じ答えが返ってくるはずがない。そうかそうか、ところでこのぬいぐるみは悪いことを何でも知っているんだぜ。疑問に思わないか？なんでこいつは悪いことを何でも知ってるんだろうな。